衆議院議員、および山尾衆議院衆議院議員にお越しいただいております。記者会見など、少しご発言いただく予定となっております。それでは結構となりましたので、記者会見を始めさせていただきます。香港返還24年目、一国二制度の終焉の記者会見を始めさせていただきます。はい、皆さん本日お越しいただきましてありがとうございます。私たちは、香港の夜明け EOHA と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まず改めまして本日、皆様にご貴重な時間をいただき、誠にありがとうございます。また平素より香港の情勢に関心を寄せていただきましてありがとうございます。改めまして私たちは香港人在日香港人グループの、香港の夜明け EOHK と申します。香港の夜明けとは、在日香港人の有志一同が、香港民主化を推奨を目的とした、組織となります。日本の各界との交流を実現し香港関連イベントの共同開催を、進めてきた団体でございます。本日は、一国二制度24年目7月1日となりますが、それと同時に50年変わらないという約束が破られた日でもあります。昨日全人代は香港国家安全維持法を採決し、今この瞬間香港版国家安全法はすでに施行されています。我々香港人は何も知られされないまま自由と未来が奪われることになりました。この場にいる香港人たちは新しい法律によると、外国勢力との結託とみなされ香港に帰った途端逮捕されるかもしれないということを念頭に置かねばなりませんです。ですが我々香港人は決して屈しません。香港在住、日本在住の香港人を含む在外香港人はこれからも各国の支持を求めて活動し続けます。すでに日本の政界から多くの応援をいただいています。日本政府から異例の遺憾声明からはじめ党派を超えて香港情勢を懸念する声が多く上がっています。香港情勢にご関心を持っていただいた皆様に香港人の一員として感謝を申し上げます。今後は日本政府を含む民主主義国家の国々に協力を要請し香港の自由を危害を加えた官僚、政治家や警察などに対して本国への入国制限、資金流通制限などの措置を求めていきたいと存じます。香港の未来には様々な可能性があります。独立、中国への編入、もしくは他国の保護下に入るなどが挙げられます。何よりも重要なのが香港人が自分の未来を自らの手で決められ、そしてその決定を尊重できる国際社会が存在することです。その日が来るまで香港人の闘志は決して消えません。香港人は戦い続けます。日本は香港のビジネスパートナーでもあり良き友人でもあります。どうかご協力賜りますようお願い申し上げます。今日は突然この記者会見を開くのはもちろん、国家安全法の突然の導入に合わせ最後まで戦い続ける意思を日本の皆様に伝えたく思います。今日はこの場を借りて白色テロ、人権侵害、自治の崩壊、日本への影響の4つの角度から香港国家安全維持法についてお話ししたいと思います。中国は6月30日に全人代常務委員会にて全会一致で香港国家安全法を可決しました。そしてその数時間後、香港の政治団体デモシストのメンバーの周庭氏、ジョシュア・ウォン氏、ラカン・ソウ氏が次々とデモシスト離脱の宣言を発表し、その後デモシストも解散の旨を公表しました。今まで香港民主化のために戦ってきた政治団体も、あくまでも普遍的価値を求める政治団体も、
条文が明かされていない国家安全法の危険を鑑みて解散の道を選びました。政権は国家安全法の圧力によりデモシストが解散せざるを得ない状況に陥ったと感じたかもしれませんが、決してそうではありません。これは彼ら自身だけではなく、デモシストにいる仲間の身が安全を守ろうとする行為だと私たちは思っています。国家安全法が公表されないまま可決された以上、国家安全法の危険性を考慮し、デモシストのメンバーの安全を大前提に考え、やむを得ない選択をしたと言えるのでしょう。そして7月1日の午前12時に国家安全法が公表されました。国家安全法第20、21、30条によれば、暴力的か非暴力的か関係なく、この法律に基づき犯罪とみなされる行為を直接的もしくは間接的に企画、動員、実施、協力、正当する、あるいは金銭的援助を与えるすべての人が取り締まり対象になります。広範囲かつ曖昧すぎるこの条文により、中国政府はその気があれば誰でも回答するものにすることができるでしょう。デモシストのように正面から政府を批判することはもちろん、ここで言論の自由を行使し発言している私たちも最悪無期懲役になるということです。国家安全法が実施された今、香港人は香港の執行部門に逮捕されるのではなく、中国の執行機構に逮捕され、そして中国本土に引き渡されかねません。香港警察に逮捕される時よりも悲惨な目に遭う恐れがあります。それに加えて第33条によって、他人の犯罪行為を通報するならば、その犯罪に関わった当人への処罰は軽減もしくは免除されます。これは仲間に裏切られるかもしれないというような恐怖心を人々に植え付けることは、おそらく中国共産党が一番香港に蔓延させたい白色テロだと言えるでしょう。実際我々は今ここで記者会見を行うことも国家安全法に違反しています。国家安全法第29条では、香港や中国に制裁を科すように働きかけることも含め、外国に協力や支援を求めることも犯罪とみなされます。つまり私たち自身が犯罪者と認定されます。私たちはそれを覚悟した上で今回の記者会見を決行し、変わらず香港と共に戦います。国家安全法の適用範囲は政治団体にとどまりません。メディア、教育業界も影響されます。実際には国家安全法が施行される前でも、香港政府が人権と自由を侵害する事例は多々ありました。例えば香港のマスメディア、民主化を支持する大手新聞紙アップルデイリーの最近の記事によれば、もともと記載されているはずの担当記者の名前が記載されなくなっています。政府に個人情報が漏れてしまうことを恐れる側面もありますが、それ以上に香港の親中派によって反政府陣営の個人情報が暴露されることは最も有料しています。一旦暴露されたら、逮捕だけではなく家族まで親中派に嫌がらせを強いられてしまいます。国家安全法の第9条は明白に、学校、メディア、インターネットに対する監視と管理を行うことを宣言し、香港基本法にもともと保障されていた報道の自由など、いわゆる普遍的な人権が奪われることになります。今まで裏でやっていたことが表舞台で実行し、香港を完全にコントロールする野心を露骨に表しています。次に、メディアにはもう一つ
の制限が課せられています。第41条により裁判をかけられた人の審議に法上及び審判員裁判員の参加を禁止できます。裁判は人の目の届かないところで進められることになるのです。メディアはこれから重要な役目を果たせなくなり、容疑者が裁判上で公平的な裁判を受けられているかどうか、今後我々に知る術がなくなっています。他には教育業界にも大きな影響を与えています。とある香港人教師 F さん、彼は個人情報が暴露されたことによりあまりにも理不尽すぎる批判を受け、親中派に嫌がらせを強いられてきました。ただデモ参加者の一人が自分の教え子と発言しただけで親中派に標的にされ、命に関わる嫌がらせに受けなければなりませんという時代になりました。日本に留学している時でも香港民主派を支援する発言を発表しただけでも国境を越えて親中派の標的にされるということは、恐怖は計り知れません。ただでさえおぞましい状況にもかかわらず、国家安全法が成立した今ではそれをはるかに超える恐怖が襲いかかってきます。教師は自分の考えを伝えたくなりなくなり、学生も申請不反の言うことしか聞けない時代になり果てているでしょう。中国本島ではすでに国家安全法の内容が多発しています。中国の食衛生問題を指摘しただけで国家安全への侵害とみなされ、起訴されたことが明らかになっています。我々が恐れているのはまさに中国政府の法律の内容です。現在では国家安全法第43条に基づき、政府は個人もしくは組織の財産を凍結あるいは差し押さえができます。民主国家においても財産凍結の法律はあります。しかし決定的な違いとして、民主国家ではその法律を乱用することが許されず、たとえ乱用されたとしても制度を用いて乱用を食い止めることができます。計り知れないほどの恐怖を抱えながらも香港人の抵抗意志は消えません。ただ国家安全法の施行により、香港人には戦う意志があっても戦う手段が奪われていきます。今後おそらく香港には大型デモがなくなります。今までさまざまな方法で抗議をしてきましたが、これから平和的なデモからエスカレートするのも仕方のないことでしょう。デモは香港現地で沈黙化し、そして外国でのデモがエスカレートしていくでしょう。香港国家維持法、安全維持法のリリースにおいて、まず最初に注目すべきところがあります。香港では中国語で英語が公用語になっており、法律などの公文書がリリースされるとき、必ず両方の言語が出され、相違があった場合は英語に準じます。しかし、今回の法律の本文は中国語でしか書かれておらず、英語訳されたのはタイトルだけでした。これは今までありえなかったことで、曖昧な言葉が多く使われているため、今回の法令は具体的に解釈されにくくなっております。つまり、この法令は香港の立法機関を全く通っていないことがわかります。実際のところ、香港の法務大臣にあたる人にも、リリース直前まで内容について知らされていないと公言しました。これは司法権の独立がすでに崩壊した証明と言えるのではないでしょうか。上記でご紹介した条例以外に、法律の本部にこのような言葉がかなりの頻度で現れました。国家安全維持委員会、中香港国家安全維持交渉、
第15条によれば、香港政府により国家安全維持委員会は設立されます。中央政府は公務を派遣し、それを直接監督する。これは香港の高度な自治を侵害する内容といえます。さらに第16条、香港の警視庁は香港人以外の人を執行官として招き入れることが可能。第44条、裁判官は香港行政長官が指名する。またこの法律を犯したことがある者は指名されない。しかしこれはまだ最悪ではありません。第48、49条によれば、中央政府により中香港国家安全維持工廠が設立され、国家安全維持委員会の監督をし、この法律の取り締まりを執行する。要するに香港政府管轄の委員会よりも中央政府が直轄している交渉の方が上にいるということです。さらに55、56、57条によると、中香港国家安全維持交渉を必要と判断される場合、香港にて中国の管轄権を行使する。その場合、中国が指定する裁判所にて裁判が行われる。なお、すべての裁判は中国の法律に従って行われる。第60条、中香港国家安全維持交渉の執行官は香港政府の管轄外である。また香港の執行機関は捜査されることなく、香港法律が規定した権利や免除を共有する。これなど条文により、香港の一国二制度が明らかに終焉を迎えました。中国政府は直轄する執行機関を香港に置き、香港の内政に直接に干渉ができるようになりました。ましてや執行官が法に縛られないという条例まで制定され、香港に無法地帯が作られました。1984年に結ばれた英中共同声明に明記された50年不変の約束が、中国が一方的に踏みにじったことにより、香港も道連れにされ、同じく約束を守らない存在になりました。国家間の契約をこうもたやすく破る国を信用して一緒に何かをすることは何よりも避けるべきだことだということを全世界はすぐにも分かるでしょう。以上は国家安全法が与える香港へのさまざまな影響ですが、一体日本にはどのような影響を与えるのでしょうか。まず第54条により、中香港外国組織や国際組織、外国の非政府組織と新聞組織に対しての管理が強められ、活動が制限されます。これは歴史とした外国の報道自由を干渉することになります。さらに、香港国家安全法第38条に基づき、香港特別行政区永久居民ではない人が香港以外のところで本法律に規定されている犯罪行為を行った場合に、本法律は適用されます。つまり日本あるいは中国以外の国籍を持っている人でも、たとえ香港デモを支援する言論を発表しただけでも、香港版国家安全法が適用され、香港警察あるいは中国警察に外国人を逮捕する権利が与えられます。これは歴として世界各国の国民への脅威となり、各国政府及び議員は直ちに対応策を考えなければなりません。次に、国家安全法の制定により日本への甚大な影響といえば、やはり移民が短時間の中で日本に入るということになります。現在では
台湾とドイツでしか正式に亡命者への支援が行われていません。香港は去年のデモ以来、中国政府及び香港政府への不信感が強まり、海外移民を図る人は少なくありません。最近ではブリティッシュナショナルオーバーシーズのパスポートを所持している香港人にも居住権を与えるように政策を今イギリスで論議されています。国家安全法の幅広い犯罪判定基準は香港人の民主主義を追求する心を壊すことだけではなく、他の国にもその法律自体に影響を及ぼすと感じ、国家安全法の成立前でもこれらの救援活動を自ら行ってきました。国家安全法が成立した今、他の国に移住することが容易なくされるでしょう。亡命するときも地理的条件や国の政策などもちろん功労の範囲内ですが、香港人はそれよりも自分が好きな国、特に民主主義がよく機能している日本を選ぶでしょう。そこで日本は今後一気に迫ってくる移住申請を処理しなければなりません。留学、就職など香港人はそれらの資格を持ちたくなります。それらの移住申請を効率よく処理するためにも早めに対応策を考えていただきたいです。日本は従来香港人の観光聖地です。日本政府観光局により去年来日した香港人観光客は200万人を超えていました。現在香港の人口はおおよそ700万超えであることから、4分の1以上の香港人が去年日本に来ていました。そして訪日ナボウェブサイトにより香港人にとって日本は一番の旅先である結果が出たと同時に、日本人の中でも優先的に戻ってきてほしい地域の2位を香港が占めています。香港人は日本では歓迎されている観光客です。しかし今後は国家安全法のため自由に観光することもやめざるを得ないでしょう。去年の区議会選挙のデータから推測すると、半分以上の香港人が民主派支持者であり、政府批判の声を上げました。これからこれらの香港人も逮捕され、身動きが自由に取れなくなります。日本の観光収入にも大きなダメージを与えるでしょう。日本経済への影響は観光業界にはとどまらず、貿易業界にも影響を及ぼしています。香港政府の公式統計によると、2019年には1413社の日系企業が香港で運営しています。また日本農業貿易は香港市場との密接なつながっております。日本の農林水産省のデータにより、2019年日本の農林水産物の輸出量では香港は総計で1位を占めており、2000億円以上相当を輸出していました。これも今まで香港基本法に保障されている貿易の自由に恵まれていたためです。しかし今後国家安全法の下でまだ会社の財産が昔のように保障されることは言えません。例として日本企業が香港でビジネスを始めた際に、もしその内容に問題があると疑われた場合、今の国家安全法に基づきその企業が資産凍結される可能性があります。香港前任行政長官の梁志英さんも、外国記者協会が外国勢力であり国家安全を脅かす組織であると発言していました。あくまでも中立の立場で香港デモを取り上げようとしている外国メディアであっても、ただ中国政府にとって好まない発信をした程度で親中派の批判の標的になりかねません。以上のことから香港金融センターとしての信用性がなくなり、中継港として機能し続けてきた香港はやがてその役割を失い、
日本は新しく輸出先を確保しなければなりません。確保するまでの間は無論日本の経済にも悪影響が出るでしょう。さらに日本と中国との従来の貿易が今後同じように機能するかについても疑問が生じます。自ら一国二制度を崩壊させ契約精神を違反する今回の行為を踏まえて、果たして日本にとっては中国は信頼できる貿易仲間であるかは一目瞭然です。また日本にいる香港人も日本政府の対応に準じて動くことになります。日本に住んでいる優秀な人材が多く弾圧を受けていると感じ、または日本がその人を保護する立場を取らないことによって日本に対し疎開感を持った場合に日本を離れるかもしれません。では我々在日香港人がこれからの行動についてお話しさせていただければと思います。先ほどお話しさせてもらった通り、香港版国家安全法は香港人のみならず日本人にも大きく影響を与える法律だとご理解いただけたと思います。香港大臣日本または普遍的な価値のため日本版の人権法案の制定を切に願います。先日香港墓地が発起した国家安全法に反対する国際連帯署名に日本から124人の国会議員の署名が集まりました。同署名に参加したカナダ、ヨーロッパ連合、イギリス、アメリカなどの国は香港人のために救命ボート政策、いわゆる受け入れ政策を始めております。署名数がアジアで一番多い日本にもぜひ民主主義の先進国としてその流れにたどっていただきたいです。これから日本に助けを求める香港人が多く出てくるかと思います。香港人の移住、日本への移住条件を緩めていただくよう日本政府にお願い申し上げたいです。またもし中国から引き渡しを要求された場合、その際は日本には歴然とした態度で慎重に検討していただきたいと思います。対応次第では香港のみならず在日の人材が日本を離れる可能性も十分あります。また中国と今交渉中の日中犯罪人引き渡し条例の締結にも気を配っていただけますと幸いです。香港国家安全維持法が施行された今、香港人はあらゆる合法的な抗議手段を失っていました。それは市民の声を上げることができず政府への鬱憤がただただ溜まっていくことを意味します。まるで政府自ら事件爆弾を作ったかのように、いつ爆発してもおかしくない状態でもありますし、その反動も誰もが予測できません。日本の皆さんにはこの状況を作り上げたのは香港政府及び中国政府であることをどうか忘れずご理解いただけますと幸いです。我々香港の夜明けは今後も引き続き日本各界との交流を進めてまいります。私たちの他にも在日香港人によるデモ行進が7月12日に控えていたり、街頭宣伝や写真展、講演会など香港応援活動は絶え間なく開催され続けます。また在日香港人の団結を呼びかけ、在日香港人をサポートし合えるネットワークを構築していきます。引き続き香港にご関心応援いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。それでは、記者会見の方は終わりますが、質問に入る前にこの香港問題をサポートされている国会議員の先生方からのご発言がございます。では山田先生の方から、中谷先生の方からお願いいたします。はい、衆議院議員の中谷源でございます。今日は衆議院議員としてですね、山田博史衆議院議員、参議院議員、それから山尾、さんと私と3人ですね、来ておりますが、もうすでに国会では会合を設けまして、議員の集団もですね、
できておりますけど、まあ、今回改めて中国で、この法案が可決したということでございますので、さらに多くの賛同者を設けてですね、国会でも活動してまいりたいというふうに思っております。でもすでに日本政府は遺憾の意を表したわけでありますけれども、まあ、今回国家安全法が可決されたことにつきましては、やはりこれ世界平和を基調とするですね、国際社会において香港の方々の人権、また民主主義を守り、そして一人一人の自由と尊厳を守るためにもですね、今回の中国の強権的な国家主義の行為に対しましては激しく抗議をし、その是正を求めてまいりたいと思っております。で香港は1997年にイギリスから中国に返還されたわけですけれども、この香港特別行政区基本法と一国二制度という独特のシステムでですね、自由が確保されておりました。日本と香港は現在日本企業が1413社、在留邦人が2万5000人を超えております。で、日本の農産物の輸出額は世界の中で香港がトップでありまして、香港からの訪日客も230万人に上っております。しかし今回の法律の制定によりまして、多くの市民が Facebook、これの投稿を消去してですね、政治団体を解散をし、そして今後は選挙にも干渉されてですね、立候補できなくなる可能性があると聞かされております。日本では戦前体制玉砕会、また治安維持法のようなものの言えない社会になってですね、戦争をしてしまいましたが、こうした香港の自由に対する脅威がですね、ビジネスの経済金融センターとしての香港の請求力にも影響を与えかねない懸念も出てまいります。多くの国々は懸念と反対の声を上げてきておりますので、我が国においても多くの国会議員に賛同を設けまして会合を開いてですね、今回の香港の危機に対して行動してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。香港の在住の皆さん、頑張ってください。参議院議員の山田博史でございます。今記者会見をお聞きしておりまして、これは香港の将来のみならず、アジアの将来、そして我が日本の将来、非常に直接的に関わっているということを認識をいたしました。まずこれまで香港は中国語と英語で法律が書かれていたのだが、英語は今回は作られなかったという初めてのケースになります。非常に曖昧な表現で、中国政府または中国共産党の意向に反するもの、裁量的に解釈して自分の意に沿わない動きを押さえつける、法治国家から法による支配から共産党による支配に変わったと、こう言えると思います。それから先ほど話があったように、我々日本人も日本国内で香港の民主化運動を支援したり、またこの法律に反するような行動を取れば、我々日本人ですら中国国内で香港で逮捕されるという、そういう恐れすらあるという法律だということともご説明をいただきました。まさにこれは日本の国内における表現の自由や民主主義について直接的な挑戦である、やはり看過できない法律だと考えております。まあ、そういった流れの中で日本政府の態度は明確であります。私たちは G7 の外相声明を日本政府が主導して
共同声明を作り上げた。そして安倍政権もこれまでずっと自由で開かれたアジア太平洋地域、アジア太平洋戦略というものを外交戦略の主軸にしておりました。今回の香港の状況はまさに我々日本国政府が自由で開かれたアジア太平洋地域を作るんだという基本的な根本的な理念に真っ向から反する流れであり、看過できません。そして今般おそらくもう消えたと思いますけれども、習近平国家主席の国賓としての来日というものがこれまで日本政府の外交のスケジュールにございましたが、こんなような状況で外相声明も主導し、自由で開かれたアジア太平洋を志向する日本国が中国の国家主席を国賓で迎えるなど言語道断であり、全くありえないことだと考えております。断固として反対をし阻止をしていく、これが同じ価値を持つ国々、世界の国々と共に歩む最低限のエチケットだと考えております。さらに先ほどもお話しいただきました、ここに中谷元元防衛大臣もおられますし、山尾志織元民主党の精神会長もいられますけれども、やはり与野党ともに力を合わせて今般のこの状況に対して我々日本人も香港の人たちを支援する、民主化運動を支援すると同時に日本の問題だと考え、やはり国会欠席を挙げるべきだと考えております。そして先ほどもありましたように在日の香港人の皆さん、またこれからひょっとすると日本にも入国をされ、また就職をされる、こういった方々が出てくるかと思いますので、そういった方々への支援、受け入れ体制の整備というものは喫緊の課題だと思います。ぜひ中谷先生、山尾先生、与野党一緒になって多くの国会議員に呼びかけ、政府を動かし、そういった日本としてのきちっとした行動が取れるように我々も努力をし、必ず実現をしていきたいと思いますから、これからいつでも我々は皆さんの側に立ってますから、どうか自信を持って頑張っていただきたい、我々も支援をしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。皆さんこんにちは、衆議院議員の山尾志織です。先日6月9日にもこの場所で、参加者の方も重なっている方もいますけれども、アグネス長さんや陽銀ともつないで、イベントを行いました。今日の朝日新聞を見ていましたら、このイベントの1週間後ですか、陽銀にかなり恐怖を感じずにはいられないようなね、脅しめいたことも起きているというような記事もありましたが、やはり、こういったその、香港の外、日本を含めて国際社会において、当事者と、私たちが連帯をして、はっきりとした行動を打ち出していくっていうことが、やはりそれは大切なことであり、やられたくないからこそ、そういった抑圧に出ているということだと思いますが、やはり今日ここにいるお三方の、勇気は計り知れないと思いますけれども、私たちも臆することなく引き続きこうした活動を最後まで続けていきたいと思っています。私の方からは簡単に3点ですね、お話をします。まず、私自身が思うところ、そして国際社会の動き、そして日本での取り組みについてお話をしたいと思います。私自身が思うところはもうここにいる皆さんと同じですけれども、今回の香港版の国家安全法の施行に強く抗議をしたいというふうに思います。今ブルームバーグと共同通信の報道なので、ちょっと、ファクトははっきり分かりませんけれども、初のこの香港版国家安全法による逮捕者が出たという報道が出ております。
皆さんも多分スマホなんか見てらっしゃると思うんですけれども、ブルームバーグは香港警察は1日香港独立の旗を所持していた疑いで男1人を逮捕したと発表。香港国家安全維持法の施行後初の逮捕、これブルームバーグの報道になってます。まあ、ちょっとファクトのほどは分かりません。今私もこのスマホで見たところなので、もしそういうことであればですね、本当に、この法律を施行した以上使っていくぞという、行動に、事実現実として出てきているということで、極めて状況が緊迫しているというふうに思います。それにしてもこうした外のものがですね、強い非難の声を上げると、よく内政干渉だということが言われるんですけれども、私自身はこうした人権侵害、特に異国家による自国民に対する人権侵害に対しては内政による治癒が全く期待できない以上、国際社会がそれに対して声を上げることは内政干渉ではないと、はっきりと言いたいというふうに思います。むしろ習近平主席がですね、世界人権宣言70周年の際のメッセージで言及をしておりますけれども、包摂的な世界人権ガバナンスという観点からは、こういった人権侵害にはむしろ国際社会が声を上げること自体が責務であるというふうに思います。人権侵害を放置してはならない国際問題で臆するべきではないというふうに、私の思っております。合わせて、次に国際社会の動きなんですけれども、簡単に2つご紹介したいと思います。皆さんのお手元に1つ、香港版国家安全法について、香港の自由及び自治を守るための国際声明という紙をお配りをしております。これは、85の、議員を含めた人と、組織が主体になっています。議員としては香港の議員を含め、カナダの国会議員、そして日本の国会議員もその主体として声明の発表をしています。内容なんですけれども、簡単にご紹介をします。今お三方、当事者の3人の方が、日本に求めることということで言っていただいたメニューとかなり重なっていると思います。この皆さんのお手元の、1ページ目の、一番下のパラグラフ、包括的には国際社会において普遍的な価値をもとに対中政策を再検討していただきたいということが明確に入っております。次のページを開けていただくと、いくつかの具体的な、こういった取り組みが十分考えられるのではないかということが紹介をされております。上から2つ目のパラグラフですけれども、これは各国政府による取りうる手段ということで、マグニツキ法に規定されている制裁、そして、弾圧した中国や香港の当事者組織への罰則、入国制限とか資産凍結とかですね、こういったものをやってほしいということであります。そして次のパラグラフですけれども、これは国際組織への働きかけを各国でやっていこうということで、国際司法裁判所への提訴、そしてまたヒューマンライツウォッチの、土井さんも提案してますけれども、香港に国連特使ないしは特別報告員を派遣するように国際社会から国際連合に要求をしましょうということであります。次のパラグラフですけれども、調査による抑止です。これは各国にから、香港に監察員を派遣することはできないだろうか。特にその対象としては、9月の立法議会選挙における干渉や妨害などを、きちっと調査するということができないだろうかという提案になっています。そして次のパラグラフ、これはサポートです。先ほどライフポートというお話もありましたが、こちらにはイギリス海外市民資格を持つ50万人と、申請資格を持つ250万人という話も出てますけれども、こういった受け入れを各国に要請をしております。そして、最後に経済の面で、中国との貿易協定に人権保護に関する条項を盛り込むなど、経済的に中国依存を少しずつ減らしていくことを呼びかけています。でこういったメニューがこの署名の中に、声明の中に入っていまして、ここから先、今回のこの声明の署名活動は、国会議員のみならず、
広く国際社会の市民も含めた取り組みになっていきますので、またこれも皆さんの力を借りて、広げていきたいなというふうに思っています。でもう一つは国際社会の動きとして資料はありませんけれども、IPAC というこれは香港だけにフォーカスしたものではなくて対中政策全般について、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドを含めた、日本も含めた、15カ国プラス EU の、16の、各国の、議員が、連帯をして、動いている活動でありますけれどもこれも今回この、国家安全法の、施行については、声明を出していまして、やはり対中政策の、見直し、とりわけ具体的にはライフボードスキームと国連特使というところをピックアップをして、提案をしております。これが私が今把握しているその2つの大きな動きの、エッセンスになります。もうあとは日本としてやっていくことということですけれども、先ほど中谷議員と山田議員にも言っていただいたように、大変心強いなと思いました。日本の議員が、超党派で、本当にこのことに関心を持っているし持っていただいているのでぜひ議員の間の連帯の受け皿を作って、会合を開いて具体的な行動に進めていきたいなというふうに思います。個人的には、まずは今山田議員からもありましたけれども習近平主席の国賓としての受け入れこれは状況改善なしにはありえないということを明確にするとともに、やっぱり受け入れですよね。本当に第一号の逮捕者が出たという、報道も含めてこれも本当に待ったなしの課題でありますし日本と香港の、絆友情そして地政学的な位置も含めてこれは日本がやるべき課題だというふうに思います。そして、最後にこちらに出てましたマグニツキ法というのがさっき署名にも声明にも出てましたんですけれどもこれはイギリスやアメリカやカナダあるいは今オランダを中心とした EU で広がっていますがやはりその政府はどうしてもその外交面においてさまざまなしがらみを抱えて一歩前に進めないこともどの国にもあることなので国会が主導してこういった国際的な人権侵害については調査、報告、そして制裁、救済ということをリードしていけるような法の枠組みこれが世界中で今広がっていますしアメリカもこれをベースとして香港人権法やウイグル人権法をさらに重ねておりますので日本としてもまずはその土台となるこういったグローバルな人権法をしっかり作ることでこの香港の問題についても私たちは政府のみならず国会も調査能力がありそして場合によっては行動に起こすことができるというようなことを可視化していくということが大事ではないかなというふうに思います。長くなりましたが以上3点でありました。本当に一度失われた自由を取り返すことができるということをやっぱり国際社会でみんなで実現するまで共に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。それでは質問のコーナーに移らせていただきます。香港の夜明けのメンバーに対する質問のある方挙手でお願いいたします。フリーランスの北島翔和と申します。私たちは取材する側なんですけど、今回は本当こういった形でですねお顔も隠されてるし、お名前もお伺いできないという形になってるんですけど、これから私たちに日本のマスコミにですね、求められることとあと取材する上での注意、例えば本当このデモの、様子でも撮影の云々にしてはやっぱり個人が特定されるようなことになると思いますので、そういったことを、いろいろお伺いできればと思っております。ご質問ありがとうございます。まず、日本のメディアの皆様には、引き続き香港の現実、香港が今起こっていることを引き続き日本で報道していただきたいと思っています。やはりいろんな場でもこういうふうに話は出ているかと思いますがやはり日本の皆さん知っていただくことが一番重要だと思っております。ですので日本はもちろん日本国内にもいろんな問題があったりとか、なかなか報道難しいというところもあるかと思いますが、ぜひ香港の状況を、フォローアップしていただいて報道していただければ、嬉しいと思っています。また、先ほどもお話しされた通り
なかなかにも顔を出すことがすごい難しくなってしまいました。ですので、まあ、取材いただく際には、どうも、本校の方々の、ご配慮をいただいて、例えば、顔を写さないであったりとか、名前を出さないとか、そういったように、個人を、保護するというふうな方向で、取材を進めていただければと、大変ありがたいと思っております。今でよろしいでしょうか。じゃあ次に質問の方、よろしくお願いします。朝日新聞の小寺といいますが、はい、今の方の質問と少し重なるんですけれども、もちろんプライバシーを守るということは大前提としつつですね、今回この記者会見をされて、こういう今回の法律の解釈と、これからの懸念されるところを今説明いただいたと思うんですけれども、また今後の運動方針などについてもお話しいただきたいと思うんですが、まずこの本校の夜明けについてですね、簡単にいつ頃からどういう活動をされていて、で今回前に発表されている方がですね、個人のことはともかくですね、明かせる範囲内で、どういうことをされているのかということ、あと今後の運動方針として、日本でどういったことをされるのか、または本校とどう連携を取るのか、国際社会も含めてですね、ちょっと可能な範囲でもう少し教えていただけませんか。ご質問いただきましてありがとうございます。それと本校の夜明けという段階に関して、正直ちょっと今国家安全法が、導入された今はちょっと下手なことというと、自分たちだけではなくて手伝ってくれている本校人の人たちにも何か被害があるかもしれないところも含めて慎重にお答えしたいという点で、こうやってちょっとご理解いただけるなら幸いと思います。本校の夜明けという段階は、先ほど山尾先生がおっしゃったように、9日に一度、こちらの同じ場所で、シンポジウムを開催させていただくことがありまして、で、そういったことから、今まで日本で本校応援活動をさまざま行ってきたと思うんですけど、ちゃんとした、議員の方との協力いただいて、じゃあ具体的な政策をしていきましょうかという動きに関しては、初のイベントだったのではないかなと思っていて、ちょっとその点で動いて本校の夜明けという団体の、位置づけを考えていただければ間違われはないかなと思います。でこれからに関しての動きも実際今日本で、動いている本部の応援活動に関してチームは我々のみならず、先ほど、ご紹介したように、例えば、来週再来週かな、でも更新を控えたりとか、さまざまな、在日本人が、頑張って、この条例がこのご時世でも頑張れる人たちがいて、で中で大体、場所も小さいので、お互いを分かっていながら、お互い守りながらで、カバーし合い、サポートし合いで活動していくっていうようなイメージになると思います。なので、我々に関してはちょっとこれからどんどん、日本の政界も含めて各界へのアプローチ と、交流を進めていきたいと思っていて、あとは今、香港本土では、国家安全法が導入されたことによって、やっぱり、我々も海外にいる団体として香港の組織との連携が一層困難となってしまっているというのが現状でして、で、あと国家安全法は、香港現地および海外のメディアにも弾圧進んでいるので、香港の最新情報を直接入手することは困難になっていくだろうと想定はしています。ただその中でもできることは頑張っていきたいと思っている。そうするので、ぜひ引き続き今後、我々のみならずの、日本において活動している香港人たちの、の活動について講演いただければと思います。前回6月9日に初めてシンポジウムというのは、シンポジウムが始めたんだと、政治家の方も交えてやったのが初めてです。そしてその時に、この香港の予定というものが
正式に活動を始めたのか、もしくは以前からやられているのか、ちょっとそれもあります。そうですね、またあの言葉を繰り返してしまうと、多くの詳しくはやっぱり言えない部分がありますが、前回、この香港の和気として、初めての、公公開している活動としては、前回の新聞事務は初でありまして、まあ、さらにそもそも日本においての議員の方と一緒に香港関係のことをやっていくのも、まあ、その時はおそらく初だったのではないかなと思っています。ありがとうございます。大紀元の、張本シーンですが、今回は在日の香港人が今の日本に求めていることはよく伝えましたけれども、私は特に日本側にちょっと質問したいんですけど、今日は3人の先生いらっしゃって、先ほど山尾先生が中国共産党独裁政権が自国民に対する人権侵害はそれを非難するのは内戦干渉ではない、そういうことは実は日本の国会議員あるいは日本の政府の中にどのぐらいの人はそういう概念は共有している。私は知っている限り、実は例えば2006年の、時はもうカナダの法律専門家が中国大陸を共産政権によりファルンゴン修練者に対するそういう臓器狩りのこと実際発生してる、で今までもうやってきてる、その中にも何万人も出所不明の臓器狩りはしてる、そしてその中には日本との関係も日本人も中国に臓器移植も行ってる、で山田先生もそういうところにもすごくいろんな努力もしましたけれども、日本のメディアとか日本の政府あるいは先ほど話した、日本国会でそんなにこの地球でこの星でないひどい人権侵害でも日本は今までの現状を皆さん見てるところで、だから今回香港に対するその人権侵害はもう皆さんも見てるすごくひどいけれども、日本国会日本政府どこまでやれるんですか。はい、ありがとうございます。まあ、どれくらいの議員が、ね、どれくらいの覚悟でっていうのは私がなんか正確な数字で言うのは難しいんですけれども、ただやはりこの前ここの場所でシンポジウムやった時に、まあ、香港の方も日本の署名の人数が結果的に100人を超えて、まあ、アジアでは一番大きくなったということに意外だったというふうに、まあ、言われてしまって、まあ、嬉しいような恥ずかしいようなということでしたが、ただやっぱりこの香港の問題をきっかけに、まあ、当事者自身も予想以上だと思うぐらいの人数の国会議員が名前を出して、まあ、声を上げたというのは事実だと思います。で実際そのシンポジウムの時もたくさんの予算委員会と重なっていたんですけれども、ほとんど全部の政党から議員の参加がありました。ただ本当におっしゃっている通り、もっともっとね広がってほしいっていう思い私も受け止めていますので、まあ、ここにいるお二方ともお力を借りながらですね、やっぱりそのちゃんと国会議員としてのその連帯の器を作って、そこで、まあ、そういうその、まあ、みんなでね覚悟や思いを共有したりだとか、あるいはその香港の問題は大事なきっかけだし最後まで取り組むべきことである一方、香港だけではないさまざまな問題についてもやはりよくよく考えていって、対応すべきは対応しなきゃいけないよねっていう、そういう普遍的な考え方もみんなで共有していって、他の地域で苦しんでいる人たちについても日本の国会としてやるべきことをやれるように頑張っていきたいと思っています。ありがとうございます。はい、次の質問の方。はい、フリーランスの寺村と申します。法律のこれ解釈なんで、むしろ山本先生に教えていただきたいと思うんですが、私昨年足掛け半年ほど6ヶ月ほど香港に取材入ってまして、各界の方、民間人、それとか政府関係者、いろんな方からいろいろ情報提供してもらったり、それとか通訳に一緒に行っていただいたりしたんですが、今後ですね、この法律が施行された後、それをやっちゃうと、私いいですけど、私に協力してくれた
香港の方が外国人勢力と結託したということで、これ、逮捕されたりなんかしませんか。私が答えるのがあれかわかんないけど、もし先に、はい。あ、失礼します。ご質問ありがとうございます。今現在 の、 新しく発表されている国家安全法の内容としましては、中国語、いわゆるその広東語で発表されており、そして従来の英語の場所も準じるという従来のやり方とはちょっと違いまして、我々の認識の中では、今 の、 38条に基づいたら、その国外で香港の永住権に思っていない人が国家安全法の法律に侵された場合、その法律がその人に適用されるという点から、これは可能かと。ただしその日本での逮捕ということはおそらくできないと思います。今さっきも我々の発表の中でも入っていた通りで、日中犯罪の引き渡し条例が未だまだ交渉中とのことで、我々もすごく関心を持っていて、そこを引き続き関心を持って、そして事の流れを見ていきたいと思いますが、例えばの話なんですけれども、あるいはその当事者が乗り換えとかで、香港に経由した場合は、その香港に着いた時、その土地を着いた時で逮捕される可能性としてはございますかと。あ、すみません、私質問しているのはですね、日本のジャーナリストが香港に行って取材しますね。で、そこでいろいろ通訳してくださったり情報提供してくださったりした香港人が、検察受ける恐れはありませんかということになります。はい、ちょっと僕の方から補足させてもらいますと、僕も似たようなことを香港でやってたので、今のところは正直何とも言えないのがまず一つですね。そもそも先ほどお話しあった通り、英語の文章が出てこないとどういうふうに解釈するかわからない。ただし今 の、 その中国語で見た限りだと、外国の人に協力したっていう点で可能性はありますとしか言えません。ですので、先ほども冒頭でお話しさせてもらった通り、この場にいる香港人の皆さんも違法の可能性が大きい。さらに拡大解釈をすれば、ここにいらっしゃる全てのジャーナリストも対象となる、そういう解釈ができます。ですので、もちろん我々法学者ではないので、そこはすごい難しいところで、今香港もそれを懸命に解読しているところなんですけど、可能性としては十分ありえますとしか今申し上げられませんでした。では時間の関係上、最後の質問に移りたいと。じゃあ、あそこの方、はい。NHK のレクアンといいます。今日、お三方にご質問したいんですけど、今日をもって、施行されたということで、取締りの対象になり得る中で、改めてなぜ、今回、この場で話すことを決められたのか。特にウィリアムさんも含めて、お顔を出されてますよね。それなりの覚悟はあると思うんですけど、そこの理由、危険を犯してまでというところも、調査からお聞きしたい。ちょっと順番にいきたいと思いますが、自分からなんですけれど、まずすごい急な会見でもありましたし、人手を集めるのがまず精一杯というのは、まず正直なところでもありまして、ただもう一つなのが、やっぱりここで歩みを止めればもう負けなんですよ。香港人は中国の施行した性法律に怯えて民主を諦めた、そういうふうに捉えられることもありますよね。確かに我々は今日本に住んでいて、日本で学校行ったり仕事していたり、日本の皆さんと一緒に生活してるっていうのももちろんありますけれど、やはり我々は香港人の一員として、自分の価値観を捨てたくない。やっぱり民主化は香港にはどうしても必要で、今後も、民主化が成功した香港を見たい、その思いが、自分を今ここに立たせているのかなと思っています。本当に、今ここで声を上げなければ、すべてもう
すべて終わって屈したってことになってしまうので、それだけはどうしても嫌、その思いで今ここに立っています。まさにこれは大事に他人事ではない、もうそもそも香港人であることで当事人でもありますが、ただ目をそらす女性たちもできたのですが、こう目の前の仲間たちや家族がただただ自由、人としての当たり前の自由を守りたくて、が欲しくて、で嫌だっていることを断ったせいでそれにいたぶられて、この目の前の状況から逃げるっていうことはできないですっていうことで、我々が立ち上がっていたり、無視するっていうことはたやすいんですけど、それではそんなことをしてしまったら人として何かを失う気がするんです。そして先ほどの話の中にもあったように、例えばもう昨日国家安全法が可決されて、まだ詳しい情報が出てなかったんですけども、その時点で日本でも有名なグレス長さんとか、党派であるデモシストも解散となったりしているのは、あまりにもああいう人たちはもう周りにあまりにもたくさんに巻き込まれてすぎていて、もう自分が活動し続ければもういろんな人を計り知れないくらいの被害が出るかもしれないというような、そういう状況であるからこそ、我々ようなまだ名前も知られていない、中国大使館はどう見てるのかわからないんですけど、そういったまだ無名な人たちがでも立ち上がって少しずつでも やって活動していかないと、それこそ、今の話もあったように負けっていうのもあるし、仲間たちを見捨てるっていうことにはなるんです。そんな人間にはなりたくないし、そういう世界で育ってきてる覚えはないので、っていう思いを強く中国政府に対しても世界に対しても訴えかけていて、助けてほしいっていうことをご理解いただいて応援いただければと思います。最後で失礼します。実際に言うと、我々はまだその昨日の夜まではその国家安全法というものはまだ知らないですよね。やはり条文を公表された時点は昨日の日本時間の深夜12時で、やはりその我々もちょっと憂いがあって、やはりどんなものでしょうか。やはり前話していたその国家安全法はすぐに応用されるんでしょうかといういろいろな思惑があって、で昨日初めて見た時、私個人の考えなんですけど、もうこれを見たらもう後が引けないんですよね。特に私自身にとっては特別な体験も持ちまして、でそして自分の目の前で何人か逮捕されているっていうことを見て、そこをやはり今のところで諦めたら自分だけではなく、もう逮捕されている人へのその悔しみにその感情が湧いてきて、やはり今の時でも諦めてはいけないという感じが強くて、で少し日本には もちろん日本という国も好きですし、今こちらで就職はなさってはいるんですけれども、やはり香港は故郷として捨てがたいと、今後も戻ること自体は困難なのかもしれませんが、できる限り香港をこちらでサポートして、そして国家安全法が成立した今はなおさらここで頑張りたく考えてはいますので、で白色テロっていうものが私の思った限りは恐れるほどその怖いものであって、ただ一旦それを怖さを超えればそれはもう怖くないものになっちゃうなっていますので、まさに今4月1日香港の返還祝日にその香港現地で頑張っているデモを頑張ってやっている人たちにも
そのまさにその道理を説明していただいているように私もそこを順次で頑張っていきたいと思います。はい、それではよろしいでしょうか。もう本日のプログラムをこれで終了させていただきますけれども、まずは3人の登壇者の方が先に退席されます。でそれまで記者の皆様はご着席のまましばらくお待ちください。それでは本日は日本ジャーナリスト協会主催の記者会見にお越しいただき誠にありがとうございました。ご提出させていただきます。